前回のカズクラ、カズさんガーディアントラップ作ったんだけど、なんかね、そう、効率悪いんだよな。そんなわけで一箇所に集めるシステムを作ってみた。こうやってレールを敷いて、あとは集めるだけ。さらに大量のものを集めれるようになりました。これでさらにシーランタンを使った建築物が増えそうです。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いや、ちょっとここ冒頭で言っておきましょう。いや、最近ですね、どうやら露骨ないいね稼ぎがですね、また増えてきたようです。これ系の紹介はね、まあ、今回を最後にしておきましょうかね。このコメントにいいねすると今週好きな女子から告られる。でも押さないと彼女に振られる。女子からドン引きされる。まあ押しといた方がいいよ。 309? おい、騙されんな。 お前そんな楽してできるはずねえだろ。っていうか、そんな楽したら面白くないだろ。309はちょっと押しすぎだろう。いやー、でもね、まあ、コメント欄に賑やかになるのはいいんだけど、そこはね、感謝申し上げます。ただね、最近こういうのがちょっと多いからね、なんかね、もう一ひねり、なんか面白いやつ、よろしくな。さて本日はですね、ちょっと建築頑張ろうかと思いまして、いや、最近ですね、ハマってるんですよ、建築にね。あ、これ借りていこう。ちょっと借りますね。よいしょ。やべ、看板まで取れちった。これもなくしちゃうから、適当にね、今、ここに置いときますわ。絶対返すから。いや、本当に返すよ。さあ、ではですね、本日は建築物なんですけども、まあ、この街はですね、この街結構賑やかだと思うんです。ただね、ほら、あれ。わかる?いやー、先日ですね、あれです、あれ。うん、そうだよ。マーライオンでございますね。あれ作ったところ、そうですよ、お褒めのお言葉いただきました。誠にありがとうございます。いや、少しずつですね、このカズクラの建築力も、まあ、認められてきてるっていうことなんでございましょうかね。カズゲームズ発展しすぎです。はい、今度はスフィンクスを作ってみてはどうですか?というわけで本日はですね、そうですよ、ちょっとこの奥にですね、まだ建てると、ここら辺さらにね、華やかになるんじゃないのかなと。というわけで早速ね、あっちの方行ってみましょうか。はい、これ建てる場所すごい悩んだんですけども、多分ね、こっちの方にあるといいと思うんだ。というわけでちょっとですね、先ほど、道の方を鳴らしてみたんですけども、いいかな、こんぐらい離れてもね、ちょっとね、ここに作ろうかなーって考えておりまして、あ、でもここどうしようかな。もうちょっと削っとくか、これ。ね。結構簡単に削れちゃうからね。もうちょっと削っときまーす。よーし、こんなもんでいいでございましょう。ではですね、早速いきましょう。いや、今回はですね、材料が豊富にあるから作りやすいよね。な、まずは、手あたりから、いや、それと体本体から作った方がいいのか。そうだ、体本体からいこう。まず手のスペースもね、ちょっと考えて、ここら辺からでいいのかな。よし、ではね、頑張ってちょっと作っていきましょう。いや、できる限り立体的に作ろうとは思ってるんですけども、こんな感じでいいんじゃないのかな。では参りましょう。よーし、胴体部分完成。っていうか、これめっちゃでかいのできそうなんだけど、大丈夫かな?いや、でもこんぐらいね、やっぱ作った方がいいんだよね、多分ね。ちょっとね、後ろのボディの方、そっちの方もちょっと作っていきたいなと思います。よーし、とりあえず胴体の完成でございますね。あとはここから肉付けするだけでございます。あ、ほんでですね、本日は、ちょっとですね、殻を入れようかなと思っております。あ、でも顔とのバランスという、顔は最後に作ろうかな。な、まず最初手から作っていこう。手はね、ここら辺だな、多分。手はね、前に出てるイメージがあるからね。3本指あるから、こんでいいかな ?3 本指ね。ほんで、ここからでございますよ。ほんで、ここからですね、手首が伸びて、よいしょ。立体的に作っていかないと難しいからね、これね。ここら辺がですね、やっぱね、プロ感が出てくるとは思うんですけれども、この斜めの感、この斜めの感じとかもいいかもしんないな。な、関節にこうつけて、多分、今度 OK。な、後ろもね、同じ形で作っていきましょう。ぽい、ぽいと。あ、結構早くできるかもしんない、これ。もうちょっとだけ付け足して、よいしょ、よいしょ、よいしょ。な、反対もね、同じ感じでいきましょう。ほんで尻尾もつけてやな、尻尾ね。ちゃんと奇数にしたからね、いい感じにつけれると思うんだ。
あ、ほんで先っちょぐらい光らせとこ。ポイッと。ほんで、あ、まずいね。よいしょ。ポイッ。あー、よく寝た。さあ、ではですね、ちょっと続きいきましょうか。っていうか、ちょっとバランス見ておこうかな。顔の大きさとかもね、こっから判断しないといけないからね。せーの、てれーん。いやいや、わかりにくいな。あー、でもいい、いい感じ、いい感じ。あ、土台とか後で作っとくといいかもしれませんね。あ、正面から見たら完全に、うん、完全にスフィンクスですわ。ではね、頭の部分いきましょう。あー、っていうかね、あ、スライムブロック忘れたわ。ちょっと取ってこよう。よいしょ。あ、あと土台持ってこうかな。今度一回磨かれた系でね。よしよし、これちょっと持ってこう。さあ、ではね、ちょっと続きの方行きましょう。いや、もう顔でね、印象全然変わるからね。こっからが特に難しいんですよ。ではね、センターはここか。なんですね、まずは、首をちょっとつけまして、顔はね、少し前に出てるような感じだと思うんだ。ではね、参りましょう。よいしょ。よいしょ。ちょっとね、口的なもんもあるといいかなと思うので、おちょぼ口みたいな感じにしておこうかな。人間の顔っぽい感じにはなるんだけどね、これね、本当はね。よいしょ。ぽいっと。あー、いい感じになると思う、これ。ほんで、ここからでございますね。そうですよ、カラー入れていきますよ、カラーを。こんな感じでね、絶対良くなると思うんです。カラーの目を入れるだけでね、印象が全然違うからね。よいしょ。よいしょ。あ、もう一歩そっちだね。あ、いけるような気がする。今度いけるような気がする。ではね、このままいきましょう。ほんで、お花もね、ちょっとね、立てておこうかな。お花はね、こんな感じでいいかな。あとは上、普通にね、ブロック置いていくだけでございます。よいしょ。よーし、今度ね、全面はできたんだけども、立体的に作っていくよ。さあ、ここからもね、いろいろ難しいとこなんだけども、さあ、では行きましょう。カズクラなら絶対できる。あ、いた。実はですね、この後、おかっぱがですね、後ろにちょっとついてるんですね、これ。おかっぱをちょっと今からですね、装備させていきます。こんなもんでいいかな。あんまりね、多すぎても困るからね。いや、ここまでいこう。さあ、これでですね、あとは、頭を囲っていくだけでございますね。せっかくだから、よいしょ。ちゃんとね、頭の上になるように、そう。これでね、ふさふさ感を演出する。ほんで、わざとね、高さはここ出して、立体感をね、この部分に立体感を求めていきたいなと思います。では、行きましょう。キャン!よし、いい感じにできたぞ。よっしゃー!はい、完成いたしましたー。ではですね、ちょっと正面の方から見て、あ、ちょっと待って。土台的なもんもちょっとやっておこうかな、少しだけね。土台やるだけでですね、ちょっと境界線が今分かりにくいからね。ちょっと境界線作りしましょう、境界線作り。あれ?足の位置がちょっと違う。まあ、いっか。ね。細かいことは気にしないですよ。さあ、では行きましょう。開いてみ。さあ、もう一踏ん張りちょっと頑張っていきましょう。よーし、だいぶいい感じになったよな。あ、もう少しだけここら辺削っておくかね。少しだけ上がるようにね。よし。だいぶ立派なもんができたような気がいたします。あー、シーランタンも今余ってるからね。少しここを使えるだけちょっと使っておきますかね。よーし、もうこんでいいでございましょう。ではですね、早速、スフィンクスをね、確認いたしましょう。いや、もう最近のカズさんのね、カズクラの建築力はバリバリに上がってますからね。ここか、あー、良さそう。ここら辺の角度良さそうだな。では参ります。いきますよ。せーの、てれーん。お?ちょっと待って。もうちょっと上から確認してみよう。さあ、参ります。せーの、てれーん。はい、まあこんな感じでですね、スフィンクスが完成いたしました。いや、結
構ね、クオリティは高くなったよね。ただね、やっぱね、同じ土色を使ってるということで、背景とね、ごっちゃになっちゃうのがいまいちなポイントでございます。ちょっと後ろのあれとかも崩しておいたりとかしないといけないかもしれませんね。いやー、でもね、可愛らしいスフィンクスができてよかった。またこれからもですね、なんかね、リクエストなどございましたら、ぜひね、コメント欄の方によろしくお願いいたします。それで本日はこんなところで、また次回皆さんお会いしましょう。バイバイ、バイバイキーン。